ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、今回は平成の深夜に放送されたヤバい番組を紹介しようと思うんだ。深夜番組？もう？魔理沙ってば、エキエキなんだから。まだ番組を紹介していないだろ。深夜の放送はエキエキって決まってるじゃない。それは偏見だな。深夜のエキエキ番組は親に気づかれないように、こっそり襖の隙間から覗くのが良かったのよ。そんなことしてたんだ。ふ深夜番組の中には、人気が出てゴールデンタイムに移動した番組だってあるんだぜ。ゴールデンに？例えば、鉄腕ダッシュとか。え？今、日曜日にダッシュ島とか、新宿ダッシュとかやってる番組じゃない。それから、マツコの知らない世界とか、言うは何しに日本へ、もそうだぜ。知らなかった。ねえマリサ、平成のヤバい深夜番組って、本当はヤバくなかったとか？それは聞いてのお楽しみだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず一つ目は、テレビ東京で放送されているバラエティ番組。いえ、ついていっていいですか？だぜ。あ、この番組知ってるわ。でも、私が見たのは深夜じゃないわよ。この番組は、2014年と2015年に深夜放送されていたんだけど、2016年からゴールデンタイムに移動したんだ。2022年の現在も続いている番組なんだぜ。番組の内容がヤバくないから、ゴールデンに移動したんじゃないの？ヤバさの種類が違うんだ。マリサ、この番組って家の中を映されるんでしょ？そうだぜ。みんなよくOKするわね。私、恥ずかしいから絶対お断りしちゃうわ。家についていく承諾を得るのは、簡単じゃないんだ。この取材は70人ほどのディレクターさんが関わってるそうなんだけど、声をかけて家を訪問できる成功率は、10人に1人程度で、それからオンエアできるのは2割から3割らしい。たくさんのディレクターさんが、たくさんの人に声をかけなきゃ作ることができない番組なのね。そうだな。マリサ、早くヤバい話が聞きたいわ。わかったぜ。2014年の放送で、ディレクターさんが声をかけたのは、外資系保険会社のエリートサラリーマン。元議員秘書の経歴を持つ男性だったぜ。外資系でエリートで元議員秘書、立派な肩書きね。この男性、今日奥さんに逃げられたそうだ。え？奥さんは LINE で、家を出て行きますって連絡して、内緒で引っ越しをしちゃったんだ。こんなところで油を売ってる場合じゃないんじゃない？普通はそう思うよな。でもディレクターさんは男性に、家ついて行っていいですかって聞いたんだぜ。今日奥さんに逃げられた男性にそれ言っちゃう？男性もOKしてくれたんだ。取材を受けてる場合じゃないと思うけど。でもすごくいい映像が撮れそうじゃない。私もそう思うぜ。とりあえず撮影しながら男性の自宅へ帰ったんだ。どうだったの？まず車がなくなってたぜ。あや？それからエアコンやテレビや洗濯機、クローゼットの中の服や子供の写真もなくなってたんだ。奥さん、容赦ないわね。それで、エリート男性さんは、奥さんと連絡は取れたの？奥さんに連絡が取れなかったんだ。男性は、ディレクターさんとお酒を飲みながら奥さんが出て行った理由を考えたんだけど、なんで出て行ったのか見当がつかないって言ってたぜ。偶然だとしても、こんなシチュエーションの男性を見つけるだなんて、ディレクターさん神がかってるわ。ほんとだな。他にも、たくさんのキューピーさんと暮らしている73歳の女性や、キューピーさん、お母さん大好き、ビジュアル系でローマ字の、女とか、魚がわからない。シルバージュエリーのデザイン&販売をしている男性とか。共感。グアとか、女とかパソコンで打ち込むときって難しくない？それから、サイトで出会って会う約束をしていた男性に逃げられた29歳の女性とか。気にしない、気にしない。またいい出会いがあるわよ。その女性の家について言ったら、おばあちゃんは物忘れがひどくて、お父さんは脳卒中で要介護を。え？婚活している普通のお姉さんじゃなかったのね。他人の人生を覗くと、結構ヤバめでドラマチックだなって思わせる番組だぜ。みんな一見普通の人っぽいのにヤバかったわ。私の人生も他の人からするとヤバくてドラマチックなのかしら？そうかもしれないぜ。続いて紹介するヤバい深夜番組は、2015年から2019年まで放送されていた。クレイジージャーニー。クレイジー、狂ってるんだ。冒険家やジャーナリスト、写真家など様々な方をスタジオに招いて、体験を語ってもらったり、番組のスタッフとロケへ行ったりするんだぜ。へえ、
例えばどんな方がいるの？そうだな、例えばリアカーを引いて地球を歩き倒す方や。え？リアカー？19歳から60歳まで世界中リアカーを引いて旅したんだぜ。2018年には62歳で大阪からロシアまで2000キロ、リアカーを引いて歩いたんだ。旅をした距離、なんと地球約一周。なぜリアカー？荷物が重たいからって言ってたぜ。リアカーって使ったことないけど、便利なのかしら。それからルーマニアのマンホールに住んでる人を取材したジャーナリストさん。マンホールに住むことができるの？びっくりしちゃうわね。この会話、いけないお薬がいっぱい映ってたし、話を聞いてるだけでもマジヤバだったぜ。それから沈没船を探索する写真家。沈没船、ロマンがあるわ。マサイ族と結婚した日本の女性の話もあったぜ。日本人の女性がマサイ族と？出会って3回目で第二夫人になったんだ。なるほど、そこら辺がクレイジーだってことね。そうなんだろうな。ねえマリサ、クレイジージャーニーは4年も続いたのに、ゴールデンに移れなかった理由って何？理由？それは、内容があまりに過激だったからだと思うぜ。ピストルの密造や、いけないお薬を打つ場面も普通に写していたからな。ええ？それは子供たちに見せられないわね。マサイ族に嫁いだ奥さんは、夜の営みの話も赤裸々に話してたぜ。赤裸々に、ちょっと聞いてみたいかも。放送して大丈夫か、心配になる映像も盛りだくさんだったからな。なるほど、クレイジーな内容だったから、ゴールデンは難しかったのね。でも、ゲストが語ってくれる奇想天外な話はディープで、どれも引き込まれる内容だったし。クレイジーたちが行く場所は危険がいっぱいで、実際に行くことができないから。それを映像で見て、疑似体験ができるって評判で人気番組だったんだぜ。クレイジーな疑似体験。いいわね、私も見てみたいわ。いつ放送されてるのかしら？今は放送されてないんだ。どうして？実は2019年の2時間スペシャルの時に、やらせが行われたって。後日ご報告とお詫びがあったんだぜ。え？何を捏造したの？爬虫類ハンターが、メキシコに生息する珍しい生物を探して捕獲するって企画だったんだけど、事前に番組スタッフが、現地の取材協力者に依頼して生物を準備していたそうなんだ。実際にはいない爬虫類を、いたように見せかけたってこと？そうなんだ。狙った爬虫類が発見できなかったら、テレビとして面白くないって思ったんだろうな。でも捏造が原因で放送が終了しちゃったら、本末転倒ね。ただ、その後2021年5月には特別番組としてゴールデンで放送があったんだぜ。特別番組？そう、一回限りの復活だったけどな。どんな内容だったの？カリフォルニア州では2018年から合法化されたいけないお薬があるんだけど、それを取材に行ったんだ。いけないお薬？いけないお薬の原料を栽培しているハイテクな農場へ行ったり、お薬が非合法の時に闇で売買していたギャングに会ったり。ギャング？やだ怖い。カナダのバンクーバーでは、いけないお薬を売ってるシーンもあったな。ゴールデンで放送して大丈夫だったの？衝撃的な映像が放送されたから、視聴者さんも心配したみたいだぜ。そうでしょうね。やらせって聞くとがっかりしちゃうけど、やらせじゃないやばい内容だったら、面白そうだから見たいと思うわ。続いて紹介するヤバい深夜の番組は、ギルガメッシュナイトだぜ。ギルガメッシュナイトってどんな番組？1991年10月から1998年3月までテレビ東京で放送されたバラエティ番組だぜ。男も楽しめる、女の子のための一番組っていうコンセプトで放送されてた。90年代を代表する深夜番組なんだ。エチエチな番組なのね。やっぱり深夜番組はこうでなくっちゃ。霊夢、乗り気だな。ふふ、嫌いじゃないわ。ギルガメの初期は、風俗情報を扱わず、女性が嫌がるものは NG って姿勢だったんだ。健全なエチエチ？視聴者ターゲットが女性だったからな。1時間映画について討論したり、イチゴを食べるだけの企画もあったみたいなんだ。いくら健全でも、深夜にイチゴを食べるだけの映像を見て誰が喜ぶの？何のどこを見て喜びを感じるかは、人それぞれだぜ。なるほど、フェチの深い部分ね。他にも、ボディコンでスポーツや、夜食万歳。GNN ヒップラインみたいに露出少なめな着エロだったんだ。着エロって、着メロみたいにさらっと言わないで。何を言ってるんだ霊夢、
着エロとは着衣のあるエロチシズムのことだぜ。視覚へ直にアプローチするんじゃなくて、制約があるからこそ感じることができる色気。いわゆるチラリズムってやつかしら。まあ、そんなところかな。1992年になると、同じテレビ東京系列で、平成女学園っていう深夜放送のお色気番組が始まって、ギルガメッシュナイトは、番組を区別するためにエチエチ度を増していったんだ。同じテレビ東京系だもんね、負けていられないわ。1993年から1996年頃までが、番組の全盛期だったな。そんなにすごかったの？下着姿で尻相撲をして、負けたらトップレスになるとか、生着替えとか。上半身を包み隠さない映像が普通に流れていたから、刺激的な内容だったのに間違いはないぜ。いい子には絶対見せられないくらい、やばい映像盛りだくさんだったのね。放送は土曜日の深夜だったにもかかわらず、10% 台を獲得したこともあるんだ。人気の理由は、やっぱりセクシーな女性たち？そうだな。細川文江さんや、佐藤珠緒さん、吉野美香さん。それから亡き飯島愛さんも出演していたな。色っぽい方ばかりだわ。ねえマリサ、ゴールデンでの放送は難しくても、そんなに人気があったんだったら、深夜放送でまだ続けられたんじゃない？それが無理だったんだ。番組に対して、外部から貴重なご意見がたくさん来ていたみたいだし。外部からの貴重なご意見？文句言うなら見なきゃいいのにって思うわ。確かに。でもあの番組を一度見てしまったら、貴重なご意見を言いたくなる方もいらっしゃるかもな。ギルガメッシュナイトでは、一時期貴重なご意見に対応するように、アイトバカルディの苦情受け付けますってコーナーが作られたんだ。番組も負けてないわね。ところでバカルディって？ああ、現在のサマーズさんだぜ。サマーズさんたちも出演していたんだ。男性を中心に絶大な人気を誇ったギルガメッシュナイトは、その後、時代の流れや外部からの貴重なご意見で、過激なコーナーが減って、視聴率が落ちてしまったんだ。エチエチ番組だったら、露出度を重視しないと視聴率が取れないわよね。それに、むやみに肌を露出させた状態を、大多数の人が見るテレビで晒すのは良くないって。テレビ東京をキー局とした民放ニュースネットワークの番組審議委員会で決定されてしまったり、ポケモンショックで、テレビ東京のイメージダウンがあったり。マリサ、ポケモンショックってなんだっけ？ポケモンショックは、1997年12月16日にテレビ東京で放送された。アニメ、ポケットモンスターを見ていた子供たちが光過敏性発作を起こして、全国で約800人の小中学生が病院へ搬送、150人以上が入院した放送事故だぜ。ああ、あったわね。他にも、1998年に開催された冬季長野オリンピックで、海外から来られた観光客に、日本のイメージを良くするためとか、いろんな理由で番組の打ち切りが決定したんだ。さて、最後に紹介するヤバい深夜番組は、ハイパーハードボイルドグルメリポート。グルメリポートってことは、美味しいものを食べる番組かしら？この番組は、テレビ東京系列で2017年から不定期に放送しているドキュメンタリー番組なんだ。ギャングや兵士、難民や貧困層、世界各地の危険な場所や危険な仕事をしている方たちを密着取材するんだ。それがグルメにつながる？食べることは生きることを番組のコンセプトにしていて、その方たちがどんな食生活をしているかも伝える番組なんだぜ。なるほど。どんな状況でも食は大事だものね。そうなんだ。世界のヤバいところへ行って、現地の人たちに食事を勧められたら、必ずディレクターさんも同じものを食べるって言ってたぜ。私グルメ番組大好きよ。どんな美味しいものを紹介してくれたの？南アフリカのリベリアでの取材の時は、最初に市場へ行ったぜ。市場？美味しいものがいっぱい売ってそうね。市場では横流しされた日本からの支援物資が販売されていたんだ。え？支援物資って、ただでもらえるものじゃないの？コーンミールの離乳食だったな。赤ちゃんのための支援物資なのに。この横流しされた支援物資は、大規模な流行り病で父親を亡くした家庭の食卓を賑わせていたぜ。次に、内戦が終了して行き場を失った900人以上の元少年兵たちが、生活の拠点にしている墓場へ取材に行ったんだ。お墓で生活しているんだ。そしてディレクターさんが、男性に、仕事は何をしているって聞いたんだぜ。お墓で生活してるんでしょ？墓守とか、お掃除じゃないかしら。
聞かれた男性は、誰かが携帯電話を持っていたら、奪い取って逃げるんだって言ってたぜ。ちょっと待って、それは仕事じゃないわ。町へ行って、他人の懐から金品を気づかれないようにかすめ取ることもするそうだ。犯罪じゃない。彼ら曰く、生きるためなんだって。取材をしていた時も、ディレクターさんが持っていたカメラを取られたり、ポケットに手を入れられていたぜ。怖いわ。でもその方たちにしてみれば、生きるため。私たちの知らない現実なのね。墓場で暮らしていた元女性兵士は、春を売ったお金で食事をして生きていたぜ。悲しいけど、どこの世界でも聞くお仕事だわ。一回春を売っていられるお金は200円ほど。200円。それで、やっと一食だけ食べることができるんだ。でも、この女性は仕事をして、ご飯を食べて、帰って眠ることができるから幸せだって言ってたぜ。彼女も一生懸命生きてるのね。他にも、ギャングと接触して取材をしたり。ギャング接触なんてしたら危ないわよ。危ないギャングの一味は、オーガニックのハンバーガーを作ってたぜ。オーガニックのハンバーガー？オーガニックだなんて、ギャングらしからぬチョイスだわ。フィリピンでは、ファストフード店でお客さんが食べた後の破棄されたものを拾う子供たちがいたな。食べた後、子供たちが拾って食べるの？いや、それを売ったお金で食事をしていたぜ。拾ってきたものってどうなるの？揚げ直して販売するんだって。ひょえー。10歳くらいの子供たちが、18時から翌朝6時まで雇い主に連れられて、ファストフード店の廃棄置き場へ行って、お金になるものを仕分けするんだ。そんな長い時間働くの？親も働いてるけど、それだけじゃ生活ができないからな。生きるためなのね。プラスチックのような高い値段で売れるものは、雇い主が持っていくんだけど、労働の対価として安く売れるものは、子供たちの取り分になるんだ。働いてる子供たちのことを考えると、胸が痛いわ。それでも子供たちは、ずっとここにいたい、幸せはここにあるって言ってたぜ。マリサ、私、改めて気がついたわ。何を？生きるために食べるんだって。哲学だな。霊夢、今回の話はどうだった？深夜の番組って、結構面白いものがたくさんあったのね。視聴者さんに喜んでもらいたいって気持ちで制作しているからな。どの番組もやばかったわ。今回は紹介できなかったけど、他にもたくさんやばい深夜番組はあったんだぜ。前紹介した、水曜どうでしょうも深夜番組じゃなかった？そうだったぜ。水曜どうでしょうもやばい回の解説だったから、面白かったわよね。みんなも、ゆっくり解説してほしいものがあったらリクエストをちょうだいね。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。